どうも皆さん、こんにちは、フォーです。今回はなんと全部で7台のパークレンジャーの車を集めに行きたいなと思います。このバイク一人乗りなんでね、行ってきます、ジョニー、シミオン。そしてまず1台目はこの近くにあるみたいです。すげえ加速だ、やばー。ちょっと魔改造したんでね、めちゃくちゃスピード出るようになってる。うおー、速い。めちゃくちゃ岩があるからね、気をつけないと。そして、この近くに、おお、見つけたー。まず最初のパークレンジャーの車はこちらです。すげえ、なんていうことだ、消火器までついてるぞ。これはかっこいい。では早速乗ってみたいと思います。うおー、シートがめちゃくちゃ硬そうだね。うわー、なんだこれ、スイッチ大量についてる。うおー、ニトロまでついてる、最高。すげえ、サイレンも鳴らせるぞ。前から見たらこんな感じ。そしてヘッドライトをつけると、うおー、すげえかっこいい。絶対明るいぞこれは。それでは行きましょう。まず1台目ゲット。これを家まで運びたいと思います。さあ、こちらの車は一体何キロ出るのか。すげえ加速力だ、やば、めちゃくちゃ速いぞ。想像以上の速さなんだけど、ちょっとこれかなり危ないね。おー、すげえ速っ。嘘だろ、めちゃくちゃ速い。すげえ速かった。ということで1台目ゲットです。ここに置いていこうかな。2台目の場所に探しに行きたいと思います。やべえやべえ、大丈夫か。すごい、なんとか。うおー、めちゃくちゃ集まってる、やーば、すごいね。こんにちは。ちょっとね、レースには参加できないんだけど、そしてこの先にあるみたいだよ。ここだー、到着。おお、見つけた。これはめちゃくちゃレアだね。すげえ、こんなの見たことないぞ、初めて見た。あ、こんなところにトイレがあるよ。もしかしてトイレ中かな。こんにちは、誰か入ってますか。お腹が痛いんだよということでトイレ中みたいなので車借りていきますね。やったー、2台目ゲットだ。すげえ、パークレンジャーの車かっこいい。これは本当に動画初登場だね。すげえでかいし。なんていうことだ。スペアタイヤもトランクに積まれております。スコップとかもあるしね。すげえ。斧まであるぞ。めちゃくちゃかっこいいね。そして車内もすごいメーター大量についてる。みんな解散するんだ。ここでレースをしちゃいかん。行くぜー。うお、めちゃくちゃ速いな。この車もすごい加速力あるぞ。かっこいい。前から見たらすごいいかついね。シミオン、ジョニー、2台目の車ゲットしました。見てくれー。すげー、写真撮ってる。これは本当にレアすぎるよ。やったぜ。ということで3台目探しに行きたいと思います。この大型バイクで山登りするためには、このニトロを使ってゴリ押ししていくしかない。そしてこの近くです。見つけたかな。おお、すげえ、こんなところに止まってるぞ。めちゃくちゃ危ないな、崖っぷちに止まってます。そしてこれもレアだね、こんなの見たことないぞ。すげえ、パークレンジャーの車だ。では早速乗ってみようかな。こちらは4人乗りですね。すごい、見てください、めちゃくちゃかっこいいぞこの運転席。すげえ、シートは相変わらず硬そうだけどね。ボードもついてるし消火器もあって。それでは出発します。サイレンもつけてみよう。おお、めっちゃかっこいい、装甲車みたいだね。で、それでこっからどうやって降りていけばいいんだ。嘘だろ、こっから行くしかないのか。パラシュートはできたよ。行くぜー、パラシュート、やったー、めちゃくちゃかっこいい。それでうまいことこっち側の道の方に降りないと大変なことになっちゃいますよ。降りれる？あ、いけそうだね。よし、降りれた、やったー。すげえ速っ、さっきの車より速いぞ。マジか、めちゃくちゃ加速力あるね。すげえ、やばい、速い速い、めちゃくちゃ速すぎる。これはちょっと気をつけないといけないレベルだ。そして運転席視点だー。すげえ、かっこいい、めっちゃ速いわ。危なっ、あと少しでぶつかるとこだったぞ。こんな車両ロスサントスに走ってるの見たことはないぞ。ということで到着。シミオン、ジョニー、見てくれ。
めっちゃでかい車、2台目。頂上にあるみたいなんだけど、やば、ここまで来て落ちたらダメだよ。お、助かった。よかった。で、そして見つけた、これだ。すげえ、見てください、この景色。めちゃくちゃいいね。最高。それでは乗ってみよう。すげえ、これは2人乗りだね。あ、こっちのシートはふかふかだぞ。すっげえ。そしてヘッドライトをつけてみた。おお、かっちょいい。出発したいと思いまーす。いくぜー。これニトロついてるー。うおーうおー、すげえ。パラシュートついてないの？嘘でしょ。パラシュートつけた？うわー、転がる転がる、まずい。めちゃくちゃ転がってるぞ。うわ、助かった。めちゃくちゃ頑丈だから助かったぞ。普通に降りれそうだね。いけるいける、山下りできるわ。すごー、この車さすがオフロード車だ。普通に計算できたぞ。マジかよ、素晴らしい。そしてジャーン、パラシュート、やったー。それでは道に進入します。おお、ここ乗り越えていけるんだ。お、いけるいける、乗り越えていけるぞ。パトカー、出会いのついちゃいました。逃げろー、行くぜー、加速ー、すげー、もう少しで200キロ出そうじゃない？やばー、めちゃくちゃ速い。素晴らしいぞ、これ。でもここはね、どんなところでも走れるので、こういう道を使っていけばパトカーは追いかけられないので、余裕で逃げていくことができるぞ。じゃあねーってハイドについちゃったけど、これは普通に逃げ切れるー。さあ、そして到着ー。やったぜー。これめちゃくちゃかっこよかった。そして、ちょっとニトロ使いすぎたせいか、おかしくなっちゃったんだよね、スイッチが。なので、ずっとニトロが出っ放しになっちゃったんだけど。すげえ。こんなことありえるのか初めて見たぞ。ニトロがずっと出てる。もうなんかボタンが効かないんだよ。壊しちゃったみたいだね、トレバーさん。なんていうことだ。嘘だろ。ニトロ出っ放しやばいね。はやー、すごー、常に加速できてる状態ってことか、これは。やばい、これは怖い。とんでもないぞ。で、そして、この先に、どうやらパークレンジャーの車があるらしいんだけど、どこなんだろうか。うおー、見つけたぞ、マジか。なんていうことだ、これは ATV だね。ということで、こちらの ATV です。すげー、かっこいい。斧とシャベルがあって、そして消火器と、すごいぞ、救急箱まである。一式積まれております。これはいいね。そしてこれサイレンは、うおー、ちゃんと使えるんだ、サイレン。マジか、 LED も全部ついてるね。すげえ、かっこいい。それでは出発したいと思います。行くぜー。おお、こういうの乗ってみたいよね。すげえ、運転席視点。めちゃくちゃ楽しそうだけど、こけたらやばい。これは怖い。これはちょっとバイクより曲がるとき気をつけないといけないね。そしてこれ100キロは出ないのかな、もしかしたら。そんなにスピードは出ないみたいだね。もしかして、うお、マジか。ここでスタントやっちゃってます、トレバーさん。うおー、なんていうことだ。まあバイクよりは安全そうだけどね、このスタントやってても。いやいや、怖い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 、ぶつかるよぶつかるよぶつかるよ。ジョニー、見てくれー、すごいでしょー。おお、ちょっと操作は難しくなっちゃうんだけどね、かっこいい。さあ、到着ー。わお。では次は6台目探しに行きたいと思います。そしてこっち側にあるみたいなんだよね。おお、見つけたー、これかー。すげー、デューンだ。あれ？なんか消えたね。ニトロなくなったぞ。そして、ちょっとカスタマイズされてるね。すごい、パークレンジャー仕様にカスタマイズされてる。かっこいい。これも救急箱あるぞ、後ろに。消火器2つで。そして、車内を見てみましょう。メーターとか全くついてないね。なので、自分が何キロ出してるのか全くわからない。おー、すげー！こんなとこ登れちゃう。行くぜー。このまま行っちゃいましょう、上まで。おー、どいてー。サイレンもつけられるぞ。さあ、行くよー。この階段登っちゃうー。おー、楽しいー。これ最高ー。行
くぜー、登りきれたー、やったー、すごいね。そしてこっち側で一体どれぐらいスピードが出るのか、そんなに出なさそうだね。エンジンのカスタマイズはされてないみたいだね。おー、かっこいい。こういう土地柄にめちゃくちゃ似合うよね。砂ぼこりがすごい。さあ到着しました。ジョニー、シュミオン、見てくれー、すげーぞー。ということで最後の1台を探しに行きたいなと思います。でそして最後の1台はこの遊園地の方にあるみたいなんだよね。じゃあこっから階段登っちゃいますか、バイクで行くぜー。やったー、登れたー。こっち側にあるらしいので、うまいこと行きまして、ここかな。そしてどうやらこっち側にあるらしいよ。おお、ちょっと待って、もしかしてあそこの桟橋かな。見てくれ、あそこにあるぞ。あんなところに、どうやって。ここみたいだねー、こっち側か。おお、こんなとこにスロープがあったぞ。これをバイクで降りていこう。めちゃくちゃ狭っ、このスロープ。あ、なんとか行けそう。やったー、行けたー。でそしてさらにこっち側に行ってみましょう。この先に、おお、あるぞ。こっから降りれるみたいだね。さてバイクはこれ以上行けないけど、こっから降りまーす。うわー、降りれた。ということでこれはどうやって動くんだ、大丈夫なの。このボタンを押したらどうなるんだ。うおー、すげー、もうターボートになったぞ。これはすごいな。なんていうことだ、水陸両用みたいだ。行くぜー。うおー、最高ー。めっちゃスピード出ない。モーターボートとしての性能めちゃくちゃ高いな。そしてもちろんこれもサイレンをつけることができるぞ。おー、かっこいい。ではこの中にも入っていこう。行くぜー。ライトはつけれる。おー、ここ緊急走行だ、このトンネルを。めっちゃ速ー、すげー楽しそうだね。最高なんだけど、こういう乗り物を待ってたぞ僕は。おー、めちゃくちゃ機動力ある。ロスサントスにはこれが必要だ。でそしてもちろん地上のところ行かないといけないってなったらね、地上モードにして上陸すればいいというお話なんで。ということでここまでついちゃいました。マジか、すげえぞ。でこの先から上陸できるね。お、あそこだ、見えたぞ。あちらから上陸したいと思います。そしてスムーズに地上走行、すげえ、これは便利すぎる。めちゃくちゃ性能いいね。ちゃんと地上走行も速いしね。素晴らしい。うおー、ニトロ出したらすげえぞ。めちゃくちゃ快適になった。ジョニー、シミョー、見てくれー、これ最高。てかボートの方が速いのかもしれないね、なんか地上走ってる時より。地上モードに変えてみよう。くせー、いや便利すぎ、めちゃくちゃ楽しいわ。この車両、楽しさだけで言えば一番楽しいんだけど。すげえ、皆さんはどれがお気に入りでしょうか。いやーでもかっこよさはこの白い装甲車みたいなやつだね。これめちゃくちゃかっこいいよね。全部並べてみたらめちゃくちゃ大迫力だぞ。ということでチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。